皆さんこんにちは、しもです。今回は中村区にある中村遊郭跡に行ってきました。中村遊郭は日本最大級の遊郭で、当時中村は遊興費の高いことにおいて日本一と言われるほど高級な技量が立ち並んでいました。歴史的背景が色濃く残っている遊郭跡地に足を運んでみると、思っていたイメージとは違う景色が見えてきました。名古屋駅から西に徒歩20分、豊臣秀吉が生まれた場所である中村区には大閤通りがあります。大閤通りには秀吉の人生の出来事の石碑が所々置かれています。大閤通りを歩いていると大門と書かれたアーチがありました。このアーチは遊郭跡地にある商店街のシンボルアーチみたいで、ここから中村遊郭跡があるエリアにつながります。当時の中村遊郭は日吉、寿、大門、羽衣、にぎわいの5つの町からなっていました。この町名は現在でもこの辺りの地名として残っています。また中村遊郭は吉原遊郭を模して作られていて、外周をお堀で囲み4隅の道を斜めにし、外から中の様子を覗くことができないようにされています。大正時代に始まり、遊郭から旅館など転業を経て徐々に件数を減らし、平成21年に全滅したそうです。遊郭跡地の中心にやってきました。ここ周辺に遊郭の組合事務所があったそうです。現在はスーパーピアゴが建っています。このピアゴの駐輪所にある木は呪われていると噂があり、昔遊女が首を吊ったや切ろうとすると業者に不幸があるなど言われています。あくまでもネット上の噂なので信憑性はないのですが、こういう噂が立つのも遊郭跡ならではですよね。ピアゴの前には技量をリノベーションした蕎麦屋があります。現存する技量の中で代表的な建物です。遊郭時代の屋号は牛若楼。売春防止法が施行されてから旅館に転業し、その後蕎麦屋になったそうです。牛若楼の隣にはカフェ建築の建物があります。カフェ建築とは修繕直後に作られた西洋風の師匠宿のことです。さらに進むと屋号がそのまま残っている旧金波がありました。北側に曲がるとカフェ建築の建物と技量が見えてきます。鶴の矢と福春の屋号が残っています。他に見たかった技量や遊郭時代の建物は解体されてマンションに変わっていました。こちらには名古屋市の都市景観重要建造物に指定されていた旧松岡旅館の裏口がありました。旧松岡旅館はデイサービスになり営業されていたのですが、建物の老朽化によりこちらも解体されたみたいです。去年まであったみたいなので解体される前に見たかったですね。旧松岡旅館はかなり大規模な敷地で、最高の格式で質もお値段も高く、セレブリティしか通えなかったそうです。こちらもマンションになるみたいです。外壁に遊女の絵が掲げられていた長寿庵は平成26年、中国風の旧稲本楼も平成30年に解体されています。旧稲本楼の門は現在ジブリパークがある愛知九博公園に移築されています。門には義老門の頃からある来る者拒まず、去る者追わずと書かれています。老朽化で難しいのは仕方ないですが、歴史がある建物がなくなるのは寂しいものですね。まだまだ当時の建物が残っていると思っていましたが、実際に行ってみると新築マンションが立ち並ぶ新しい街並みでした。